ハローエブリワン、ようこそ山岸豊です。今日はこちらのイタリーニ 5300GT リバイバルコルサを紹介したいと思います。ヒルブルックにあるテストトラックに来ています。今日ドライブしているのはイタリーニ 5300GT リバイバルコルサです。この車はジオットビザニーニが製作し、1965年のルマン24時間レースで5リッターオーバークラスで優勝したイタリーニ 5300GT コルサのコンティニューションモデルです。車の製作はリバースエンジニアリングを現代の安全性と正確性を取り、オリジナルの設計図をもとに実車を 3D スキャンして再生産されています。車のサイズは全長が4400mm、全幅が 1870mm、 全高が 1100mm、 とても低くて滑らかな雰囲気の良さそうなものをまとめています。そしてホイールベースは1450mm、 車重は 1230kg ととてもライトウェイトに仕上げられています。装着されているタイヤは当時と同じブロックデザインを持つ専用設計のランドプレーシングです。ハンドリングはとても素直な感じで、ノンパワーのステアリングは正確にラインをトレースすることができます。ブレーキもコンサーボのダイレクトにはブレーキペダルを強く振ってあげる必要がありますけども、気難しさなくトッピングパワーは強力で、安心してスピードをコントロールすることができます。エンジンは低回転からぐいぐい加速していきますから、シフトダウンしなくてもトップエンドまで気持ちよく引き上がってくれて、サウンドも最高です。5.3 リッターの V8 エンジンは400馬力を発揮していますから、なんとパワーウェイトレーションはポルシェ 911GT3 並みなのです。このパフォーマンスを57年も前に実現していたのは本当に驚きました。特にハンドリングの良さとトラクションの良さは、重量配分が4つのタイヤに均等にかかるよう設計されているからだと思います。初めて乗ってこれだけアクセルをガンガン取るのは、車から正確にインフォメーションを感じ取れるものだと思います。それにしても本当に強烈な加速ですね。ドライブしていて最高にエキサイティングな車でした。今日は本当にいい体験をさせていただきました。次回は一般道でドライブできると思いますので、その時もう一度インプレッションをお届けしたいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。